トムが海の上を走る <laughs> ついに空から海にズバーンじゃないですか <laughs> そのまんまトムならできるできる<ー>このあとどんな話になると思いますかパート2の予想でございます <laughs> <laughs> どうですかじゃあまあ言ったところで、ね、どうなるかどうかもわかんないけどで <laughs> でも言うのはただですからねでもねあれはあそこなんですよね だからあそこに向かうわけじゃないですかみんなあそこに行くわけですよあそこにあそこであれしてあれですよねですよねとなるとまあ海のシーンとか増えるのかなああ。って思わないそうかってちょっと僕は想像します海潜ってますからね 海洋アクションですか海洋アクション。トムが海の上を走るついについについに人間離れのトムならできるかもしれない。CG なしでなしでいやー、どうなるんだろう。メイキングで走ってますね。今までね、空を攻めてましたからね。そうそう、空は多かったですよね。そう。そう、空ですよね、リク帰れ次。リク帰く。 うん、次海ですね。い、ね、けますね。ねうん、攻めればかな。すごい走るの、ね、かう,うし、うん、まああのねこのまあ鍵をねおみんなこう追い求めるわけじゃないですか。うん、今まあ今ねとりあえずイ、e、ーさんイー、はいね e、さんチームが持ってますけれども、うんはい、ねこの後どういう風になるかっていうのはすごい楽しみですよね。ねカザさんもどうですか。<laughs> いやー海のアクションってね、もう,もう決定みたいな感じに僕、なっっちゃった <laughs> いやいや、わかんないよ。はいどんなアクションね見せてくれるのか、それは本当楽しみですね。<laughs> ちょっとまあ、空はでも飛ぶでしょうね、うん、やっぱり。飛ぶね。空から海にズバーンじゃない<ー> <laughs> そ,そのまんま、ズバーンって入るのはいはい、はい まああのー、だからねまあミッションインポッシブルの、はい、まあねこう楽しいところというか醍醐味っていうのは、うん、まあ世界中をやっぱりイーサン・ハントがね、はい、こうもう所狭しとこうね アクションで活躍する。うん、ま、今回は、ね、えー、っと、ベニスもあれば、砂漠もあったり、はい、あったり、うん、するわけで、だから今回、ど、どういう、ね、次回はどういう感じになるかっていうのは、まあ、海だけにとどまらず、まあ、いろんな国で、イーさんの活躍が見られるのかなと思うと、まあ、ちょっと楽しみで。 なりませんね本当楽しみですね、うん、今日のこの会話皆さんねパート2の時に覚えておきたいですね <laughs> はい。合ってるかな答え合わせもねできますから合ってるかな